3日前、我々の荷物を乗せた車はついに延長の沼のそばにある降臨峡に入った。ネオユニオンから今週まで道中には数多の困難があったことだろう。だが長い。10文字でまとめろ。人、荷物、全部なくなった。荷物を今週にやる方法を決めたのはお前だ。と、おかしら。交流団の一員たる者、最後まで迅速かつ確実に。なんと嘆かわしい世の中。ブブ物流め、このままでは済まさぬ。必ずや我らの荷物を取り戻してみせる。あの追放者、何か問題を。順位を呼ぶにも時間がかかる。とにかく荷物を返せ。もし帰ってこなかったら本部に言いつけてしまうぞ。どうかご安心を。ブブ物流は必ず責任を果たします。3日以内には連絡しますから。3日もかかるのか。もし荷物に何かあれば大変なことに。荷物に問題があればもちろん弁償します。事前に保険も登録いただいてるし、手続きも完璧です。ブブ物流は今までミスなく確実に仕事をしてくれた。お前たちの誠実さに免じて待ってやる。数日後にまた来るからな。ブブ物流、届けるまでが配送です。なんか配達の依頼、じゃなくて配達のご依頼。はじめまして。でも、そして私はてってれー、とうとうだよ。小兵白車さん、配達のご依頼ですか？それとも何か別の要件？あのお客様のこと？そうそう、最近この近く。実はあのお客、事情を聞いてみたんだけど、それを聞いて私調査に行ってみた。でも結局だ。偶然かもしれないけど。ブブ物流、届けるまでが配送。あ、部下から連絡だ。もしもし。え、また配達に。怪我の。この前急ぎの配達に出た別の部下が路肩の石にぶつかって怪我しちゃったんだけど、その人が、はあ、彼女を探しに行く。これか。あの、もしよかったら。やった、ありがとう。任せて。あたしらに挑もうなんて見る目がねえな。これもその力も好きだらけね。これで終わりよ。ふん、砕け。どこを見て。さあ行くわ。痛みつけてほしい。
それ。行こう。ここで何があったの？もう少し進めばゲートね。心の周囲何事も素早く、いい心がけよ。よっ！ふっ！行くよ。これも俺の力に。どうぞ、僕が全て解き明かす。よく行こう。にゃあ、にゃあ、にゃあ、にゃあ。行こう。
あの白猫も他の人もいない。どういうことなの？あなた、ここにはもう夢を見たくない。でもあの人は言っていた。さよなら。心の周域にこんな場所があるなんて。とりあえず辺りを調べてみよう。これは配達リストね。担当者欄に少し汚れてる。石の間に何か。風来はここで荷物。行こう。残像。任せて。はっ、この手に集え。砕け。取り戻さないと。怪我した部下のお見舞いに行って新人の歓迎会もしなきゃだし、それから自分の仕事もちゃんとしなきゃ。やることがいっぱい。急がないと。私の声をしまった。任せて。この光で火だらけね。せい。
これで終わりよ。任せて。響け。光よ、前。行こう。これで終わりよ。一気に行くよ。この光で。響け。この辺りで荷物風来の配達リスト、こんなとこに他ってあるで、汚れとってさっぱり読め、あ、じゃなくてさっぱり読めないよ。これ配達でも、ここにもない。君たちと違って、
行こう。あの白猫も他の人もいない。どういうことなの？漂白者。あなた、ここにはもう。でもあの人は言っていた。さよなら。心の周域にこんな場所があるなんて。とりあえず辺りを調べてみ。これは少し汚れてる。石の間に何か挟まってる。風来はここで荷物をなくしたのね。よっ、行こう。残像に追われ。任せて。取り戻さない。怪我した部下のお見舞いに行って、新人の歓迎会もしなきゃだし、自分の。私の声は聞こえてしまった。任せて。これで終わりよ。行こう。砕け光よ。バイ。この光で。任せて。はっ、響け。これで終わりよ。倒す。この手に集え。見切った。隙だらけね。ふん、響け。
砕け。これで終わりよ。とりあえず部下たちのことを考えよう。まずはなくした荷物を取り戻して、あとは怪我をしたタンタンのとこに行って代わりに急ぎの荷物を配達して、新人の歓迎会もしなきゃだし、自分の仕事もちゃんとやらないと。やることがいっぱい、急がなきゃ。みんなが私を必要としてるんだから、班長として。
この近く、まずは彼女を見つけないと。風来がなくした荷物は後で探そう。どうしてここにも残像が？え、じゃあタンタンはどこ？もしかして。キキバルモノをやっつけて。やっと。私を探してたの？怪我？かすり傷よ、大したことない。班長が私に会いに来るって聞いて。じゃあ急ぎの配達は？代わりに配送してこようか。大丈夫、お届け先はすぐ近くだから。後で自分で配送するわ。でも怪我が治ってないんでしょ？やっぱり。本当に大丈夫、自分で行けるわ。でも私は班長だよ。班員が班長を助けちゃダメなんて。タンタン、それじゃあ決まりね。うん、ありがとう。たそれとありがとう。仲間たちが私の助けを。私はみんなのところにたどり着き、みんなに失望されたらどうしよう。でもね、何が起きたかは覚えて。あなたのおかげで私はそこで、彼女のみんなも私を助けよう。それに気づけたから、あの悪夢から抜け出せたのかも。全部あなたのおかげだよ。Thank you.
ありがとう。にゃ、多少なら。心の周域は他のエリアにも。ゲートがそれならもう喋れない。エナジーにゃーん。とうとうはこの近くに来てから夢を見なくなった。それにさっきの列車の中のとうとう、もし変異がしばらく続いてるなら閉じもっと探索してみよう。とうとうの織江先生、次の作品のアイデアはまとまります。急いでください。私はあなたの生活のために言っているんですよ。絵師は作品、やっぱりここは冬木の花鳥図を描きました。織江先生、あなたの彼らの好みについて、つまり彼らが欲しが私を信じて描いてください。わかりました、織江先生。何かひらめくかもしれないし、散歩にでも行こうかな。織江先生、絵の進捗はいかがですか？そう
ですか。はい。なんですかこれは。違います。先生の冬着の顔、全く同じ絵を描いてくださればそれで結構。先生を貶めるつもりはありませんが、現状だから、あなたの絵を気に入ってくれるお客様を見つけてきました。どうか今夜は新作へのこだわりは捨て。今日もまた冬着の課長像を描かないと。するだけ。そんな人本当に絵師って言えるのかな。私は過去の作品を複製し続けるしか能がないってこと。危ないです。取れちゃった。オリエ、この光で。あなたが本当に描きたいものは何。あなたは冬着の花鳥図を描いた時のことを覚えてる。雪の中でほころびたつぼみにたくさんの鳥が集まっているのがとても綺麗で。あれはあなたが全身全霊をかけて描き上げた作品だね。本当に描きたい作品なら、込められた思いは必ず誰かに届く。ガリオ先生。自分の F で、そして何よりあなた自身を信じて。自分の F でを信じる。これで終わりよ。重なり渦巻く熊のごとく。赤火星山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。この巨匠もしかして冬木の花鳥群。いいですか、お客様は市場に認められたあの絵だけを欲しがっているんです。水面に溶ける雲のように。先生、あなたという人は本当に頑固ですね。高値で売れない絵なんて何の価値もありませんよ。私は絵師で、F でじゃない。私が頑張って努力してきたから。
夢の中でただの商売でも、私は正真正銘絵師なんだって、私を認めてくれてありがとう先生。夢を乗り、心の周囲もっとまた少しよしにゃ。今のところ心のつまり城のみんなを夢の中からた任せて。これも音の力ね。この光で行こう。よっ。やっ。はっ。これも音の力に。引け。
くわ。この手に集え、この光で確実に容赦しない。遅い、つまらない。これも音の力に握った。状況、条件、これが僕の真理だ。どこを見て、さあ行く。剣士、締める。やつら潰しなさい。行くよ、これで終わりよ。行こう。そう、可能性は一つではない。